さあ攻守の方向を変えまして、これより第2クォーターに移ります。ソーバーキングスオン35セカンドダウン10。チョイスラン、キャリア23、チョイスライトライトホール、ゲインスイヤ。モーションからランニングアップ、23番にハンドオフしてのランプレー、ゲイン3ヤード。キャリアナンバーイズ23、ワンヒョンチョ。ソウバイキングサダンセ。スカーブキャリア11ゲイン2ヤードフォースター。ここでチョイスしたのはクォーターバックスカーブ。ディフェンスカバーよくクォーターバック、その走力で打開を図りましたが、しかしフォースダウンに変わります。キャリアはバイキングス11ナムヒョンク。ソーバーキングスフォースダウン5パンプフォーメーション。ナイスタックル。ここでリターン試みを落としました。しかしそのキャッチした一瞬の隙をつきまして、ソーバーキングス44ナイスタックル。テイクオーバーオフェンスイズエウツ。素晴らしいタックルでした。ナイスタックルナンバー44ハン・ジェドク。ナイスタックルバイハン・ジェドクナンバー44。さあしかし攻撃権変わりまして、エイルズの攻撃に変わります。ボールオン自陣30ヤードからリーダイフォートエイルズファーストアンテン。まず中央へ7プレーを入れました。ランニングバック34番ハンドオフを託されまして、中央突破約5ヤードのゲインです。見事ゲインを果たしましたのはランニングバック34番の八木です。近畿大学出身。リードフォートエイズセカンドダウン5ボールオン自陣35ヤード。ナイスディフェンス。再び中央のランプレー。しかしこのナイスタックル76 2ヤードロス。タックイズ76チョン・ソンジン。エルズサダン7。
スアップミス、なんとか抑えております。しかし大きくロスしましてフォースダウンに変わります。Here is fourth down 15, punt formation. Nice punt. このパントは大きく陣地を返す形になりまして、バイキングス陣25ヤード付近で攻守交代となります。Take over. Offense is Seoul Vikings. Seoul Vikings. Ball on own 35.First down 10. Nice run, Foster. Carry 44, nice run. Run to the middle. Big game, Foster. Carries number 44, Han Jedok. Nice run. Han Jedok, number 44, running back at the 13-yard line. The offense. Seoul Vikings, ball on 41. First down 10. Run to the middle again. Gain 4 yards. Carrier 44. Nice gain. 5 yards. Seoul Vikings second and 6. Referee's whistle. Water break.ウォーターブレイク。ここで給水によります熱中症対策のウォーターブレイクが入ります。現在昼過ぎということになりまして、徐々にさらに気温が上がっております。観客の皆様、そしてネットでご覧いただいている方々も、ぜひ熱中症対策十分講じながらこの試合をご観戦くださいますようよろしくお願い申し上げます。さあ、ウォーターブレイク解けまして試合再開となります。ソーバイキングスセカンドダウン6、ボールオン47。キャリア23、ゲイン2ヤード。キャリアナンバーは23、
ワン・ヒョンチョウ。So back in Saddam 3. さあここでトラブルがありました。現在その判定を審判団が協議しております。ここでソーバイキングス前半1回目のタイムアウトを取りました。ソーバイキングステイプザタイムアウトファーストタイム。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。ソーバイキングスはここで仕切り直す形でタイムアウトを取りました。先ほどのプレーボールファンブルがありましたが、しかしバイキング抑えましてフォースダウンとなっております。ボールキープバイキングス、フォースダウン1テイクスタイムアウト、ファーストタイムアウト。So Vikings fourth down one. Game is restart.さあフォーメーション組んだフォースダウンキャブ。さあこの判定どうか。粘ったがしかしわずかに届いていない。フォースダウンキャブインコンプリートテイクオーバーオフェンスイズリーデホールドエルツ。ランニングバック、ここでタックルをかいくぐり、なんとかゲイン図りました。しかしギリギリのところで押し出され、攻撃権更新ならず、4回目の攻撃失敗となりましたので、攻守交代、攻撃権変わりまして、リードフォートエルズに変わります。現在、場内実況の方でも英語で実況が加わっております。ちなみに英語実況をしていただいているのはかつて立命館宇治で、厚生学園倒しまして日本一になりましたクォーターバック川久保君がやっていただいています。さあエールズ攻守取り返しまして自陣49ヤードからファーストアウト。さあしかしまずパスプレーから入りました。このパス通りまして約3ヤードゲインとなっています。韓国の方々そしてひろき様メッセージありがとうございます。先ほどのワンシーンは非常に見応えあるワンシーンでした。エルズセカンダパス成功ファーストダウン。ここでクォーターバック4番プレッシャーしてまる中中央を切れ込んだ17番にパス。17番これを倒れ込みながらキャッチしまして攻撃権更新です。リードフォートエルズファースト。見事なパスを投じましたのはクォーターバック4番の信弘京都工芸繊維大学出身。取りましたのは17番の福山近畿大学出身です。リードフォートエルズ相手陣39ヤードからファーストダウン10。ナイスゲイン。今度は右に展開していた7番にヒッチパス、そこから7番キャッチアンドラン、乱れたパスをキャッチしまして約6ヤードから7ヤードゲインと変えています。
見事なキャッチアンドラン決めましたのは7番の米津です。米津です。京都教育大学出身。エールズセカンドダウン4。ナイスダウン、ファーストダウン。ランニング34番オプションプレーのピッチを受けまして右オープン展開、相手のディフェンスの隙間を塗って攻撃権更新です。リードフォードエルズファーストダウン。見事な攻撃権更新を果たしました。ランを決めたのはランニング34番ヤギです。近畿大学出身。ここでソウバイキングス、タイムアウト前半2回目を取りました。ソウバイキングスTakes a timeout. Second timeout. さあ前半も残り時間1分37秒となっております。この時間内に得点を上げないと現在のフィールドポジション、そしてタイムアウトの残数は全てリセットとなります。言い換えますとバイキングは何としてもこの状況をこの時間内しのぎり切りたいといったところでしょう。さあこの残り時間の攻防ぜひご注目ください。ゲームリスタート。リードフォートエルズファーストダウン10。ボールオン相手陣21ヤード。パスインコンプリート。パス不成功。クォーターの9番ここで中央切れ込んだ17番にパス。17番ディフェンス振り切ったがしかしパスキャッチできず、フォースダウン、セカンドダウンに変わります。通っていればタッチダウンとなるほどの鮮やかなプレーでした。リードフォードエルズセカンドダウン10。さあパスは通っている。ナイスキャッチファースター。クォーターバック4番左にスプリントアウトからワイドレシーバー11番17番にパスを通しまして攻撃権更新です。リードフォートウェルズファースター。エルズ相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴールに入ります。残り4回の攻撃圏でタッチダウンを狙います。右ロールアウトからディフェンスのカバーを見てスクランブルに転じました。ディフェンスの苦境をつくような形で右オープン展開し、そのまま一気にエンドゾーンに体を飛び込ませてタッチ。見事なノブヒロスクランブルによりましてタッチダウンを上げて6点追加となっています。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。キックイズグッド。トライフォーポイント成功しまして、リードフォートエールズ20点、ソウバイキングス0点とスコアは変わっております。
先ほどソウルバイキングス見事な攻撃展開しておりましたが、勝負のフォースダウンを止められ、ここで一瞬の気の緩みをつかれまして攻撃を展開されて、エールズ見事タッチダウンを重ねる形にし、リードを広げる形になっております。さあ前半残り時間残り40秒という状況ですが、この時間をかけまして、ソウルバイキングスどのように反撃に入るでしょうか。リードの方とエールズキックオフ、キッカーは2番の石井が務めます。広島大学出身、このキックはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。プレイルズアウトタッチバック、攻撃権はソウルバイキングス自陣25ヤードからに変わります。オフェンスはソウルバイキングスボールオン25、ソウルバイキングスファーストダウン10。さあホイッスルです。ソウルバイキングス、テイクタイムアウト、サードタイムアウト。ここでソウルバイキングス、前半最後のタイムアウトを行使しました。さあ作戦を調整し終えて、これより試合再開となります。ゲームズレスタート。ランツーとミドル、まずランプレーを投入しました。中央にランプレー、キャリア44、ゲイン10ヤード。カーメズライト。Pass incomplete. Vikings tries a Hail Mary, but incomplete. First half end. ここで前半終了です。前半終了となりまして、リードデフォートエールズ20点、ソウルバイキングス0点となっております。